はい、高橋翔太郎です。はい、保育士によるってこれね、これどうなのかなってこう思うんですね。これ顔がこう出てて、名前も出ましたね、これね。なんだろう。これをちょっとね、書いときますけど、これ本名かな。まあ、わからないですね。日テレだからね、これ。日テレニュースだから。わからないんですけどね。スピンかな。まあ、一応ですね、これ名前が出てるから。まあ、クライシスアクターっていうか、もう全部演劇の可能性もあるんですよね。わからないよね、これ。最近多いじゃないですか、これね。多いですよね、こういう保育園とかね、なんだか。多いですよね。あれもどうなのかなって、こうね、みんな大騒ぎになるわけですけど、どうでしょうかね。これもう日テレの方しかわからないね。日テレでね、働いてる人しかわからないですね。本当のことをね。なんかね、いろいろ法案がね、いろいろ可決してますよね。いろんなね。まあまあ、じゃんじゃんやってもらいたいんだけどね、私はね。やってもらえばもらうほどね、俺は世の中が動くのでね。いいんですけどね。まあ、いいんです。まあ、これもやってもらってもいいんですけどね。これ、嘘っぽい気がしますよね。どうですかね。まあ、小島一郎 JL ファンさんとかに聞いてみたいですよね。小島一郎 JL ファンさんのすぐ見抜くからですね。また、あと、小島一郎 JL ファンさん見てる方々は結構ね、見抜く人いっぱいいるので、ちょっとね、これはどうなのかなっていう、わからないですね。ちょっと私にはわからない。まあ、でも、なんだこのトランプの顔がいるなぁ。トランプ。何なんだろうね、このトランプの顔の人たちってね。都合の悪いものは見ないんだよね。トランプなんてろくな人間じゃないよ。バカだよね、本当に大衆ってですね。私もそうだけど、どうですかね。こういう細かいとこからね、見破れればですね、結構ね、いいと思うんですよ。ということで、一応ね、私にはわからないんで、わかる方はですね、Facebook の無料通話でお電話いただけたら嬉しいですね。まあ、LINE でもいいですけどね。LINE でもいいですけどね。まあ、コメントとかはちょっとね、もう、無理なんで、私。コメントとか嫌いなんで、コメントじゃ何にもわかんないんでね、ちゃんと、喋ってほしいんですよ。それで喋ってね、こうやって音声をね、こうやって載せればね、こうやって、これは信頼性があるじゃないですか。信頼性がありますよね。その喋ってる人の人格とか全部出るから、さらされるわけです、私の声がね、これ。ね、だから、嘘ついてる人は嘘ついてる喋り方ですよね。またこのアナウンサーみたいなのはね、もうなんだろう、こういうのはもう訓練でね、こう、原稿を読むと、そういう作業ですよね。作業ですね。
その人の考えではないからね。だから、そういうことですよ。よろしいでしょうか。これでなんか伝わると思うんですけどね。私の言いたいことはですね。もう過去にもね、こういうのいっぱいあるわけですよ。もう無限にあるわけですよ。もう、浅間山荘、浅間山荘から言ってますけどね、私は。一応あれが、浅間山荘事件がね、一番分かりやすいと思うのでね、演劇ですね、演劇。演劇っぽい気がしますけどね。いかがでしょうか。ではどうもすみません。失礼します。